学生生活に必須の制服をリユースしようという取り組みが県内でも広がっています。磐田市の制服専門店が今月立ち上げたのは中古服のブランド。学生やその家族を支えたいという思いから生まれました。あとこちらの冬のズボンだけですね。はい、ありがとうございます。磐田市の制服の金パラ。市内の高校に通っていた男性が持ち込んだのは6年前まで自分が身につけていた学生服です。特にはなさそうですね。全然綺麗だったので、一応 C の判定で、はい、出させてもらいました。今月から始めたのは中古学生服の買い取りです。お客様の声としてもう少し安い制服がないのとか、そういった声もあったもんですから。創業89年の制服の金パラでは店舗のリニューアルに合わせて中古服の新ブランドリパラーレを立ち上げました。学生服専門店が中古服を一緒に扱うのは国内でも非常に珍しい取り組みです。うちで取引先の高校とかでも SDGs 部とリサイクルの取り組みをしたりとか、そういった活動もしておりますし、そういった意識の高まりっていうのを感じております。買い取りの際に主にチェックするのはこの6項目。商品の状態に合わせて A から D までの4等級に分類して買い取り価格が決まります。新品と C 級に分類された制服を比べてみると。どこが悪いんですか？3年間着ていただいていたので、ちょっと生地の汚れがあったりとか、タグとかも少し劣化していたりとかありますので。ざっくり見てですよ、確かに疲れてるかなって気はするけど全く変わらないという。買い取った制服は傷やほつれなどを自社工場で修理します。こちらの制服は新品だと上下セットで39,600円、C 級品の中古服は19,800円、新品の半額です。最終的にはクリーニングを施し、できる限り新品に近い状態で店頭に並べます。この取り組みの背景にあるのは未来ある学生やその家族をサポートしたいという思いです。支払いが困難なお客様っていうのも毎年いまして、で商品を納めた後にちょっと支払いの相談を受けるようなケースもあったもんですから、もう少しなんとかならないのかなっていう意識は常に持ってました。ただ中古の学生服はまだ認知度が低く、情報が少ないのが現状です。この問題を解消する動きも進んでいます。困りごとがあったらお互い助け合って、情報交換する場っていうのを作りたいですね。浜松市に住む夏目春菜さんは去年 PTA などが主催する中古制服の販売情報のプラットフォームを立ち上げました。どこに行けば欲しい中古の制服を買うことができるのか、情報の共有をすることで中古品への抵抗を減らし、選択肢を広げるのが狙いです。これはリユースで済むなとか、これは新品でもいいなとか、それからこれはネットでも買えるなっていうことが分かるようになると思います。3年間で捨てられるよりも長く着てほしい。学生服の寿命を延ばすことは環境への負荷を減らすことにもつながります。